なあ霊夢、三菱が渓谷の F35 整備するらしいぞ。ふむ、渓谷は日本の三菱にお世話になるわけね。まあ、しょうがないわよね、純同盟国だし。だがな、どうやらこれに対して渓谷はブチギレているらしいぜ。え？どうして？これは気になるわね。ということで今回は韓国が F-35 の整備をひっそり三菱重工に依頼するが拒否され逆切れした結果、お送りするぜ。皆さんの意見をコメントしてね。それでは皆さん最後までゆっくりしていってね。冒頭でも話したが、実は整備以前の問題で、渓谷と日本では F-35 戦闘機自体に格差が存在するんだぞ。整備するしないの話じゃないわけね。F-35 戦闘機は、アメリカ空軍の総合打撃戦闘機 JFS 計画に基づいた、単発単座のステルス多用途戦闘機のことだ。そして F-35 戦闘機は実は3種類あるんだぞ。3種類もあるの？じゃ、その3種類を教えてよ。まずは基本型の通常離着陸機シートール型 F-35A 戦闘機。続いて短距離離陸垂直着陸機ストーブル型 F-35B 戦闘機。最後に艦上機 CV 型 F-35C 戦闘機の3つの派生型が存在するんだぜ。ほう。渓谷には確かキムチ運搬型の F-35 系が。ねえよ。F-35 戦闘機を採用しているのは、アメリカ海軍と海兵隊、イギリスの空軍と海軍、日本の航空自衛隊、ノルウェー空軍、渓谷空軍などが採用しているんだ。ふむ。世界中で大人気なのね。それで、さっき日本と渓谷とでは格差があると言っていたよね。日本と渓谷では F-35 戦闘機の購入額が違うんだよな。日本の方が渓谷より購入額が高いんだぜ。おいおい、そんなこと許されていいのか。でも、どうして渓谷の方が安く購入できているのに怒るのかしら？実は渓谷が購入した F-35 戦闘機は、組み立ててある完成品なんだぞ。これに対して、日本はバラバラでパーツごとに届いているんだよな。ガンプラだって組んであるやつは高いからね。それなのに日本は組んでない F-35 を高い値段で買ってるのか。実は日本とアメリカとの間での契約でバラバラの状態で届いているんだぜ。日本は三菱重工業が F-35 戦闘機の組み立てと、あることの契約をしているんだ。あること？キムチは作業中に食べてはいけないとか？あることとは、組み立てながら F-35 戦闘機を改良、もしくは改造していいんだ。だから、F-35 戦闘機だけど日本が改良することによって、世界で唯一の日本だけにしかない、オリジナルの F-35A 戦闘機が作られているぞ。は、世界で唯一の日本の F-35 戦闘機。一方で、渓谷は出来上がった F-35 戦闘機をアメリカから輸入していて、契約上バラしたり、改良改造をすることを許されていないんだよな。うわぁ、日本の負けかと思ったら日本大勝利じゃないのよ。だから渓谷からは、なぜ隣国の日本だけ改良が許されて、我が国はダメなんだ？とアメリカに言っているんだが、アメリカは断固拒否をしているんだぜ。拒否するー。でもなぜアメリカは日本に許可を出して、渓谷は拒否しているのかしら？実はこれにはなるほど、というような理由があったんだよな。いいから早く教えなさいよマリサ。その前に、F-35 戦闘機の解説を簡単にしたから、今度は日本と渓谷の整備問題を先に解説しないとわけがわからなくなるから、順番に解説していくぜ。ちょっと複雑だけど、F-35 戦闘機の内情がわかると思うぞ。めんどくせ。まあ仕方ないから聞いてやるわ。アメリカは世界に F-35 戦闘機を輸出するにあたって、ある問題点にぶつかってた。おお、マリサがなんか語り出したわよ。F-35 戦闘機を輸出するのはいいが、その後メンテナンスや故障した場合、その場合のアフターケアをどうするか考えていたんだぞ。そりゃ世界中の F-35 をアメリカが整備するってのは無理があるわよね。そこでアメリカは、ヨーロッパ、アジア、オセアニアの各地区でそれぞれ1カ国を選んで、整備担当地区にしようという結論に至ったんだ。うむ。その担当地区に日本が入ったというわけか。だな。アメリカの厳しい審査やその国の技術力、アメリカから信頼されているなど、その厳しい審査に合格した超優秀国だけが認められるんだぞ。やっぱり日本大勝利速報ね。視聴者の皆さん、三菱で渓谷の F-35 を整備することについてどう思いますか？コメント欄で教えてね。さて、2021年3月に、名古屋にある三菱重工業の工場がアメリカから任命された。F-35 戦闘機最終組み立て施設、通称 FACO が誕生したんだぜ。ふむふむ。その名もアジア太平洋地区国際整備拠点 MROU だ。おお、特にかっこよくもなんともない？いや、かっこいいだろ。まあ、日本が選ばれて喜ばしいことなんだけど、その一方で納得がいかない国があったんだぞ。
なんかすごい怨念みたいなのを感じるんですけど。それがお隣の渓谷だったんだよな。渓谷は三菱重工業に対して棄権を挙げていたんだ。なんで渓谷はそんなに三菱重工業が嫌なの？実は三菱重工業は、旧日本軍の時の軍事企業だったんだぞ。そして約85年前にある兵器を開発して世界を恐怖のどん底に落としたんだ。ふむ。三菱が85年前に開発した兵器。ガンダムね。三菱重工業が開発したのがゼロ式艦上戦闘機、通称ゼロ戦だ。え、ガンダムじゃないの？旧日本軍はゼロ戦で世界大戦時に世界の運命を大きく変えたんだぞ。そして旧日本軍は昔朝鮮を統治していた時があったから、渓谷は三菱重工業に今でも恨みを持っているみたいだな。恨みつらみはいつまで経っても消えないというからね。だけどそれはあくまで渓谷政府の建前で、内心は相当困っているんだ。え？どうしてなの？F-35 戦闘機のメンテナンスや修理などは、決められた地区の工場ですることになっていて、アジア地区は MROU の三菱重工業なんだぜ。しかし渓谷政府にとって、三菱重工業での F-35 戦闘機のメンテナンスや修理はプライドが許さず、とても屈辱的なことらしいんだ。そしてその時の渓谷大統領は、日本と渓谷の仲を戦後最悪レベルにまで悪化させたムンジェインだ。なるほど。反日感情上、絶対に認めるわけにはいかなかったのね。しかも、渓谷政府は、アメリカと日本から正式なオファーがなかったと、日本とアメリカが悪いと意味不明なことを言ってきたんだ。はぁ、随分ガキっぽいこと言ってたのね。そもそも F-35 戦闘機は、一定の飛行時間を経過するとメンテナンスとエンジンのオーバーホールが義務付けられている機体なんだぜ。うむ。整備しないと渓谷の F-35 も空を飛べなくなるのね。だな。そして、アメリカに認められた国は4カ国になるんだ。まずは最初の整備拠点は、アメリカのテキサス州北部にあるフォートワースだぞ。2つ目の整備拠点は、イタリアのピエモンテ州にあるカーメリだ。3つ目の整備拠点は、日本の愛知県の豊山町だぜ。三菱重工業よね。三菱重工名古屋航空宇宙システム製作所の三菱重工小牧南工場だ。最後の整備拠点は、オーストラリアの首都メルボルンのウィリアムズタウンだぞ。そうそうたるメンツね。まさにアメリカの信頼している国ってわけだわ。まあ、渓谷は文句を言い続けているんだけど、いずれかの拠点に行かないとダメだ。国際法上、4つの国際拠点でチェックをしないと地球の上空を飛ばすことができない。それじゃ、渓谷は日本にお願いします。って頭下げるんじゃないの？いや、実はそう簡単には解決しない事件が起こったんだよな。え？事件？最悪の渓谷前大統領のムンジェインが、三菱重工業に裁判を起こしたんだ。まさか、徴用工のあの事件のことじゃ？第二次世界大戦時の強制労働問題で元徴用工が裁判を起こした件だぞ。なんと三菱重工業の渓谷支社を差し押さえて現金化するというものだったんだ。これによって、日本政府と渓谷政府が真っ向からぶつかったんだぜ。さすが渓谷。そしてムンジェイン大統領ね。目の付けどころがダークだわ。だから日本政府も渓谷政府の企業に対して制裁を行ったんだ。渓谷ムンジェインとの信頼関係は破綻したということだね。ただ、それで終わらないのが渓谷の特徴で、日本に対して逆恨みをしてきたんだ。日本に整備を頼めば、我が国の F-35 戦闘機に盗聴器を仕掛けるかもしれない。ボルト一本抜かれるかもしれない、そんなことを言ってきたんだ。被害妄想もここまで来ると被害妄想のレベルね。そのまんまだろ。ものづくり大国日本は市場は挟まないし、プロ意識を持って最後まで整備すると思うけど。そんな感じで、三菱重工業とバチバチ状態になった渓谷政府だが、変なことを言い出したんだ。変なこと？日本がダメならオーストラリアがあるじゃないか。ってね。オーストラリアまで行って F-35 を整備してもらうのね。って、渓谷からオーストラリアまで戦闘機をどう運ぶの？渓谷自慢の大型輸送艦マラドに F-35 戦闘機を乗せていくらしいぞ。もちろん F-35 を運ぶためのエレベーターは搭載されてないがな。エレベーターがないんだったら、どうやって戦闘機を運ぶのよ。最初の難関は、どうやって甲板に乗せるかなんだ。いや、乗せてもエレベーターがないんですが？渓谷はクレーンで F-35 戦闘機を吊り上げて甲板に乗せる案を出したんだぜ。クレーン、ゲーセンかよ。そもそも、F-35 はかなり重い戦闘機だからクレーンで吊り下げるのは無理があるし、マラドが停泊できる案がないのも問題だ。もしかすると、マラドが停泊する位置まで運ばなくてはならないかもしれないんだぜ。オーストリアに運ぶ前から問題山積みで草。さらに、マラドには格納庫がないんだな。実はマラドは、軍用ヘリコプター運搬しか考えられてない設計なんだぜ。
だから強度不足の問題が指摘されているんだ。マジかよワロス。しかもマラドの甲板は耐熱塗装していないから、F-35 戦闘機が離着陸した時点でエンジン排出熱で甲板が溶けてしまうんだよな。甲板の耐熱塗装ができるのは世界でも3カ国しかないんだぞ。その3カ国ってどこの国なの？その技術を持っているのはアメリカ、日本、ロシアだけなんだぜ。最初から日本に頭下げて頼んでおけばよかったのにね。そこで、警告も火がついたようにマラドを空母化すると言い出したんだ。日本が出雲型護衛艦を空母に改造したから、警告もチャレンジするつもりらしい。いやいや日本に対抗意識を持つのはいいけど、肝心の技術力が追いついてないのよ。そして最大の問題点は、警告からオーストラリアまでの時間だぜ。軽く2週間はかかるでしょうね。他にもな、北朝鮮が警告を狙っているんだぜ。今でも弾道ミサイルを北朝鮮は発射しているしな。F-35 戦闘機が一気にメンテナンス、しかもオーストラリアまで持っていったら、警告の防衛はめちゃくちゃになるでしょうね。ああ、F-35 とマラドが不在の間に北が攻め込むだろうな。うむ。だったら警告も整備拠点に立候補すればいいんじゃない？それはアメリカが許さないだろうな。なんで？同盟国でしょ？これがな、警告はアメリカが大切にしている二つの約束を破ってしまったんだ。一体何をやらかしたのよ警告は。まず一つ目は、警告はアメリカの約束を破って F-35 戦闘機を解体したんだぞ。そして元に戻せないにもかかわらず、謝るどころか不良品だとアメリカに返品させようとしたんだ。おいおい、返品詐欺みたいなことしてるわね。その笑える話、もう少し詳しく教えてよマリサ。警告は国産の戦闘機 KF-X を開発をしていたんだ。ほう？しかし警告には戦闘機を開発するノウハウや経験がなかったんだぞ。そこで警告は、アメリカに F-35 戦闘機のノウハウを教えてほしいと頼んだんだ。しかしアメリカのコアシュトン・カーター、当時の国防長官に一蹴されたんだぜ。無慈悲な一撃炸裂ね。そこで警告は F-35 戦闘機をバラして研究しようとしたんだな。だがバラした範囲が、元に戻すことができなかったんだぞ。警告は元に戻せないのをアメリカに不良品だと言って、欠陥品だから保証金をよこせと言ったんだ。こりゃアメリカが切れるのも当然ですわ。だからアメリカ政府は、F-35 戦闘機を完成品しか渡さないと言ってるのね。だな。しかも実は以前、警告にもパーツを送って組み立てをさせたことがあったんだぞ。F-15K 戦闘機を警告企業が組み立てるというものだったんだ。しかし技術力と経験不足からトラブル続きで、普通では考えられないほどの墜落事故の件数の多さで、多くのパイロットが命を落としていたんだぜ。パイロットの方々の気持ちを思うと、笑えないわね。そして警告は、絶対にしてはいけないブラックボックスを分解してしまったんだ。ついにパンドラの箱を開けてしまったわね。F-35 戦闘機のブラックボックスは、勝手に開くとアメリカに知らせが行くんだぜ。警告、ほんと信用できない国ね。警告は以前にも、ドイツの潜水艦をバラして元に戻せなかったことがあるんだ。その時、警告はなんと日本に泣きついてきたそうだ。しかも謙虚になればいいものを、偉そうにしてきたんだよな。何用なのよ警告派。黙って前天倒立土下座しなさいよ。これにはまだ続きがあるんだぞ。警告を整備拠点にしない理由の二つ目は、アメリカを本気で怒らせたことだ。F-35 戦闘機のメンテナンスを C 国に外注に出したんだぜ。C 国に外注？え？ C 国に外注？大事なことだから2回言ったんだな。まあ、アメリカと C 国はバチバチ状態なのに、その国家機密を敵国に流出させた。その重大な罪でアメリカの信用を失うきっかけになったんだぜ。ポンコツとかキムチとかの話じゃないわよこれはもう。キムチ関係ないだろ。ロイター通信は、警告の F-35 ステルス戦闘機から非承認の部品を発見したと報じたんだ。エンジンに組み込まれていた磁石が未承認で、調べたら C 国のものだったんだぞ。おう、ついにアメリカの逆鱗に触れたっぽいわね。そうだな。怒りを通り越したアメリカは、警告への戦闘機の新機能品を停止したんだ。警告はもう、震えて眠るしかないわね。でもなぜ警告はとんでもないことばかりやらかしているのに、未だにアメリカと一緒にいるのかが不思議だわ。今、アジアでアメリカの悩みの種は C 国と北朝鮮なんだ。その他にも、ロシア・ウクライナ戦争とか様々な問題があるな。え？まさかアメリカがそれらの国と戦うために警告と仲良くしてると？だな。というか、C 国や北に警告からアメリカの機密が流れたら困るしな。これからも自衛隊から目が離せないぜ。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録・高評価お願いしますね。
それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。